欧米を見限り、この緑の島国、日本列島へ避難。現在、欧米を拠り所にしていたグローバリストたちは危機感を強めている。欧米ともに各国は政情不安、財政破綻、暴動頻発に見舞われているのだ。そこで彼らは緊急避難先として緑の島国、この日本に目をつけた。なんと、NATO、CC、さらに WHO の事務局を日本に設置するという話まで現実味を帯びながら浮上している。欧米崩壊という危機的状況で居場所をなくした彼らが日本に逃げてくるという図式だ。つまり美しい我らの列島をグローバリスト勢力は最後の砦として立てこもろうとしているということなのだ。司令本部は差し詰め、軽井沢にそびえるビル・ゲイツ別荘ならぬ自家要塞となるのだろうか。彼らが先住民である日本民族を駆除して列島を支配するとなれば、日本に流れる水源、日本に溢れる大自然、日本の地下に眠るゴールド、それだけではない。日本人の未来が漏れなく全て彼らのものとなってしまうだろう。までなら万引きしても OK。 現在アメリカの治安の悪化が凄まじいことになっている。例えばカリフォルニア州では950ドルまでの窃盗は罪に問わないという信じがたい法律が制定されており、ニューヨーク州では1000ドルまで OK となっています。同様の州法が次々に周辺に波及しているのですが、その理由は治安が悪化しており、アメリカの警察能力では万引きにまで対応できないとのこと。これと同様の理由で麻薬や違法ドラッグまでもが合法化され始めており、さらに行政も財政破綻状態でゴミ収集すらままならず、加えて金融上昇でローン破産が続出、当然ながらホームレスも激増しています。加えてバイデン政権がメキシコ国境を開放したため、大量の不法移民がアメリカ国内に流れ込んでおり、約1000万人もの不法移民が大都市の空港やホテルなどを占拠し、異次元なまでに治安を悪化させています。アメリカの一般市民が所有する銃の数はなんと約2億7000万丁。昨今アメリカ国内での内戦が示唆されていますが、いよいよ現実的な問題として目の前に迫ってきているのです。外国人留学生増加、外国人労働者急増、クルド人、ウクライナ人などの外国人難民増加、エトセトラ。皆さん、今アメリカで起こっている悲劇は日本人にとって決して対岸の火事ではありません。今回は自滅するアメリカ、さらに G7、 そして仮にこれらの国、これらの勢力が破滅した場合、日本にはどんな影響が待ち受けているのかについてお話しさせていただきたいと思います。共に絶望し、共に希望を探していけたら幸いです。ではアメリカ国内においていつどのタイミングで内戦が勃発するのでしょうか。それはズバリ次のアメリカ選挙で起こることになるでしょう。軍事評論家のマックス・フォンシュラー氏は、11月の大統領選挙が中止になったり不正があった場合、間違いなくアメリカ国内では内戦が勃発、そしてその時テキサス州は独立を宣言するだろう。その他いくつかの州も連邦政府からの離脱を表明すると見られている。こうしてアメリカ合衆国は文字通り分裂、解体する。ペンタゴンはどんな対応を取るかって、それは当然民兵の反乱を鎮圧しにかかるだろう。こう断言しています。しかし内部情報によれば、米軍の8割はバイデンを大統領として認めていないそうなので、軍部も2つに分裂していると見ていいと思います。どちらにせよ、それ以前に政府の財政破綻により米軍の待遇もかなり悪化していますから、おそらく彼らは同じ国民の民兵たちに銃を向けることができないでしょう。このようにこれまでアメリカを操っていたグローバリストたちは空前の灯火なのです。しかし1ミリたりとも安心はできません。近々バイデンは我が国のおめでたいリーダー岸田首相を呼び出し、親密な会談を行います。一体何を話し合うのだろうか。
緊急事態発生。グローバリストたちが緊急避難先として日本を想定するのも当然と言えます。英国は首相乱立で大混乱、アメリカと同様にヨーロッパの没落も目も当てられません。紛れもなく現在イギリスは大混乱状態にあるのです。2022年9月からわずか2ヶ月の間に首相が3人も交代するという集大を晒しており、ジョンソン、トラス、スナクと相次いでリーダーの首のすり替えが行われているほどですが、このような短期間に次々と首相が変わるのはイギリス史上では極めて異例となっています。DS 国際金融資本家、グローバリスト、権力トップ層、支配層エトセトラ、呼び方はどうでもよろしいが、このようにもはや彼らは限界にまで追い詰められているということがお分かりいただけたのではないでしょうか。米 A は大混乱となっているわけですが、その混迷の一因は紛れもなくロシア・ウクライナ問題と言えるでしょう。G7 の中でも強固にウクライナ支援を主張してきたのが英国のジョンソンとトラスです。ちなみに新任のスナク首相は中国寄りとされており、当然政策はブリックス寄りでした。さらに2016年、国民投票によるブレグジット、つまり EU 離脱も混迷に拍車をかけています。労働力不足、経済悪化、加えてロシア・ウクライナ問題に対するロシア制裁の大失敗、さらにロシア側からの予期せぬ反撃を食らい、イギリスは一時期ガソリン価格が25倍にも暴騰するなど致命的な燃料不足に陥っています。それから欧州とアメリカの大混乱が始まりました。そして注目すべきは、例えばドイツはシュミット首相やドイツ銀行総裁が独自に中国、習近平主席を訪問しています。つまり本来ならば宿敵であったはずのブリックス勢力に熱烈なアプローチを送っているということ。言い換えればドイツの G7 脱退表明とも受けて取れるでしょう。フランスのマクロン大統領も2023年に3日間も中国を訪問し、習近平主席と緊密に会談を行っています。これも紛れもなくブリックスへのアプローチです。実はフランスでも6月に全国的な大暴動が多発、焼き打ち略奪で無政府状態となっていますから、それだけ国民の政権への怒り不満は鬱積しているのです。日本人だけが知らない事実として、このように G7 が世界を席巻しているというお話はすでに過去のものとなりつつあります。沈む泥船から逃げ出せる。世界は G7 勢力から離脱に猛スピードで舵を切り始めました。そしてなんと G7 の本家アメリカですら中国へのアプローチを試みていたことが分かりました。6月ブリンケン国務長官は北京を訪問、目的はズバリ経済的支援、かいつまんで言えば金ねだりとなります。しかし習近平主席との会談は拒否されました。皆さんご理解ください。中国はかつてのパワーバランスの頂点でもあったアメリカさんをもはや相手にもしなくなっているということを、このようにグローバリストたちの拠点だった欧米諸国は足並みが乱れまくっています。エネルギー危機、超インフレ、経済低迷、政治混乱、治安悪化、グローバリストたちにとってこれまでの拠点欧米は完全に崩壊状態となりました。沈む泥船からはネズミはいち早く逃げ出す理論、何もこれはグローバリスト勢力も例外ではありません。では一体どこに逃げるのか。それは残念ながらこの緑の島国日本である可能性が非常に高まってきています。現在 NATO が日本に連絡事務所設置のために政府と協議を進めています。なぜ NATO が遠い日本に事務所を開設と、あの朝日新聞デジタルでも疑問満々のニュアンスで報じられているほど摩訶不思議な話です。NATO の正式名称は北大西洋条約機構。設立されたのは東西冷戦の真っ最中の1949年。その目的はソ連をはじめとする共産圏の軍事力に抵抗するためで、つまりソ連の共産勢力に抵抗するため西側が軍事同盟を結んで結成されたのが NATO の始まりです。しかし旧ソ連は1991年にとっくに崩壊しており、その軍事的脅威も崩壊しました。したがって NATO の存在意義はすでに消滅しているはずなのですが、未だに存在し続けているということ。敵がいないのになんで片方の軍事同盟だけが存続し続けているのか。
NATO の掟は集団的自衛権、つまり一つの国が攻撃されたら全加盟国で反撃するという構図に他なりません。この掟に対して忠実に尻尾を振り続けていたのはかつての安倍内閣です。彼はこの集団的自衛権を日本で合法化しようと政治生命の大半をかけて奮闘していました。さて2023年1月 NATO 事務局長が来日し岸田首相と会談しました。この時日本と NATO の関係強化を訴えており、先立つ前年の6月にスペインで行われた NATO 首脳会議では加盟国でもない日本の岸田首相が堂々と出席しています。これはまさに日本がグローバリスト勢力に取り込まれる前段だったのです。採択された戦略文書には太平洋地域の状況は北大西洋の安全に直接影響を及ぼすと書かれています。つまり軍事的展開を大西洋から太平洋まで拡大すると宣言しているということ。だから何でもかんでも言うことを聞くおめでたい日本のおめでたい岸田首相を呼びつけたということなのです。1月に来日した NATO の事務局長ストルテンベルクはロシア・ウクライナ問題、さらに軍事増強する中国に対し太平洋地域の民主主義の国々と協力関係を構築する、こう主張しています。つまりブリックスに抵抗する軍事同盟の拠点として日本を指名したということです。日本政府が NATO 事務所設置の候補地として日本を同意するということはロシア・中国、つまりブリックスへの敵対宣言とイコールです。断言します、近いうちに日本が NATO への加盟を強要されることは火を見るより明らかだし、このままいけば現在人口も経済力も資源力も G7 をはるかに上回る BRICS に日本は異次元の制裁を受けることになるでしょう。岸田首相は昨年に続いて NATO 首脳会議に出席し連携強化を宣言しました。NATO のような巨大な組織の事務所を開設させた場合、当然日本に意思決定権は1ミリたりともありません。日本に NATO 事務局が設置された場合、それはいよいよ日本が日本ではなくなるということを意味しているのです。皆さん、グローバナイズされてしまったこの世界では性善説など通用しないのです。このことに一人でも多くの同胞が気づいてくれますように。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。前述した通りグローバリストの重要機関 NATO などの事務所が設置された場合、日本の未来は真っ暗闇になってしまうわけですが、今日本に迫りくる脅威はこれだけではありません。例えば CEC のような最低最悪の機関までもが日本を緊急避難先として視野に入れているという話まであるのです。このプラットフォームでは詳細に発信ができなくて心苦しいのですが、詳しくはいつか僕と皆さんがお会いした時にでも。ここで言える限界としては、2022年日経新聞引用、以前バイデン大統領が表明した米 CEC の機関を日本に設置する、これが分かりやすいと思います。このニュースには驚愕しました。 NATO 事務局に続いて米国の CEC までやってくる可能性が現実として非常に高まっているということなのです。CEC は紛れもなく米国政府機関ですが、政府の一行政部門がなぜ日本にやってくるのだろうか。こんなマニアックなチャンネルにたどり着いてくれた皆さんのことだから、もうすでにお分かりのはずです。日米の連携とは露骨に言ってしまえば日本の服従だということを。大喜利とインフォメーションプログラム、 3S 制作、スピン報道、予測プログラミング、 SNS を駆使した AI による新時代の洗脳などなど、もはや情報こそがプロパガンダに使用されてしまうような恐ろしい時代が到来しています。情報は必要です。ただし無数にあふれる情報を噛み砕く力、そして取捨選択する力が現代日本人の僕たちには問われています。その情報を選び抜くだけでなく、頭に詰め込むだけでなく、 SNS や居酒屋で管を巻くだけでなく、僕たちが信じられたこと、大切だと思えたこと、さらにやらなければいけないと確信できたことに実際に行動、失敗、継続力を持って挑戦していかなければならないと考えます。